トラクターによる後期後期は農業において土を掘り返したり反転させたりして耕すことである。田畑に作物を植え付ける前段階として実施され農機具や各種の農業機械などを使用して実施される。後期や再度などによって土壌を整地することを幸運という。後期はそのままでは作物の栽培に適さない土壌に対して強度の破砕によって 土壌を柔らかくし、感度効果をもたらすことを目的として実施される。また、雑草の除去、透き込みや有機物の分解促進、土壌の暖流化の促進、土壌性の病害の抑制なども効果として期待される。一方、後期によって土壌養分の流出や土壌の乾燥化を招く場合もあり、農業機械などによる作業のコストもかかるため、省力化や、 土壌流出の抑制、保水効果などを狙って、後期を行わない栽培も行われている。水稲など多くの作物では、植え付け前の春季と収穫後の周期に後期が行われる。幸運作業には、大きく分けて反転校と核反抗があり、反転校では、プラウなどによって土壌を切削しながら後期し、ハロウやサブソイラなどで採動を行うことにより、 固まった土壌をより深くまで耕す。一方各半校では、工期と再度を同時に行えるロータリーなどで浅く、耕す。またカルチベータなどによる中古が行われることもある。古くは、カラス突やクワなどで、手作業、あるいは牛馬による工期が行われてきたが、農具の機械化が進み、各種の農業機械によって実施されることが主流となっている。ありがとうございます。